始めよ。学校が古城に？喋る猫？まさか過剰投与で幻覚が見えてるの？ふざけてるなら承知しないわよ。話を進めさせてもらうわ。怪盗からの予告状が届いた相手は学校 OB の五輪メダリスト、体育顧問の鴨志田卓。確かに鴨志田のしたことは欲に溺れた許されざる犯罪だった。自供の裏も取れたわ。でも転入したての君には因縁なんてなかったはず。なぜ狙ったの？それは通らないわね。もう一度よく思い出しなさい。君ね、初日から半日遅刻って説明してくれる？道に迷ったなんて時間？もう昼休みよ。まあ慣れてないのは本当でしょうけど、遅れすぎ。ちゃんとしてよ。昨日念押されたでしょ。というかさ、あの坂本くんと一緒にいて補導されたって聞いたんだけど。関わらないでよ。問題児なんだから。彼も部活で陸上に打ち込んでた頃はああじゃなかったのに。まあいいわ。休み時間もうすぐ終わりだし、地下鉄事故の影響で今日は5時間目までだから、授業の前に自己紹介してもらいます。ついてきなさい。ところで自己紹介のことだけど、嘘でもいいから真面目にね。余計なことは絶対言わないで。もしかしてあの人？え、噂の？いきなり大遅刻とかやっぱやばい。普通に見えるけど。目合わすと殴られるかもよ。静かに。転入生を紹介します。今日はその体調不良ということで午後から出席してもらいました。じゃあみんなに一言お願い。おとなしそうだけど切れたら。だって障害でしょ。その席はね、あそこね、空いてるとこ。悪いんだけど近くの人、今日は教科書見せてあげて。最悪。嘘。見た？知り合いなのかな、あの二人。転校前から手出してたってこと？それ鴨志田先生と二股じゃん。もうさすが高牧さんだよね。
つーか、あの空間やばいよね。あ、そうだ、あさって球技大会だったんだ。クラス変わったばかりだから親交を深めてね。さーて、じゃあ授業を始めますか。日直起立。どうしたの？はあ、ちょっと君大丈夫？あと、もう噂になってるみたいだけど、言ったのは私じゃないから。ほんと勘弁してほしいわ。なんで私もこんな目に。寄り道しないでまっすぐ帰りなさい。さくらさん、怒ってたわよ。ああ、あと坂本くん、あの子とは噂をすれば。何の用？今日補導されたんですって？うるせえな、何でもねえよ。頭も黒くしてこないし。すんませんっす、屋上で待ってる。ああ、見たでしょ、関わらないでよ。なんであんな生徒を編入させたんです？早速坂本とつるんでましたよ。前歴のある生徒と暴力事件の張本人だ。これじゃいくら私が学園に貢献しても意味がないというものですよ。そうおっしゃらずに。この学園は鴨志田君頼み、あなたはうちの花です。ただ花の裏で地道な積み上げも必要なんですよ。校長も辛労が絶えませんな。そういうことでしたら結構。これからもご期待には応えてみせますよ。悪かったな、呼び出して。どうせ川上に言われてんだろう。俺に関わるなとかさ。さすがだな。聞いたぜ、前歴あんだって。噂になってるよ。道理で肝が不定わけだぜ。あれ、何だったんだ。城で殺されそうになったやつ、夢じゃねえよな。お前もだよな。まあ一緒だからってなんだって話だけどよ。つか夢とはいえ鴨志田から助けてくれたよな。とりあえず礼言っとくわ。けど、あそこで見たかもしだ。お前は知らないだろうが、野郎には噂があるんだよ。ほら、校門で会っただろ。がたいいいやつ。城でえばってやがったやつだよ。バレー部の顧問だが、元メダリストで。部も全国行ってっから、誰も何も言えねえ。あの城の鴨志田が王様とか、そこが妙にリアルっつうか。あの城また行けんのかな。ああ夢だ夢、夢に決まってろ。付き合わせて悪かったな。話は終わりだけど俺ら
似たもん同士かもな。問題児同士気合いそうだぜ。俺坂本龍二な。見かけたら声かけっから仕方すんなよ。じゃあな。から連絡あったぞ。初日から半日もサボったって。みんなそう言うんだよ。とにかくおとなしくしてろ。何かあったら人生終わっちまうんだ。保護観察って意味分かってるか。ならいい。おう、どうした。なあ、店閉めたとこだ。ちゃんと30分で行くってば。何ぼーっとしてんだ。さっさと上がって、早く寝ろ。違うって、男だよ。バイトを雇っただけだって。鍵かけて、それと電気消しとけ。忘れんなよ。ああ、今出るからな。だから、ただのバイトだってば。主よりお話を賜ります。心して聞いた方が自分のためです。まずは再会を喜ぶとしよう。おお、覚醒を果たしたな。それも特別な力のようだ。これでようやく構成を始められる。今はまだ多くを理解しなくてもいい。目覚めたペルソナの力、お前にはそれを鍛えてもらう。ペルソナとは外の事物と向き合う時に現れ入れて心を寄ろう、いわば仮面だ。お前には期待しているのだよ。何、心配しなくていい。時が来れば知ることになる。ところで異世界ナビは気に入ってもらえたかね。あれを使えば現実とパレスとを行き来できる。お前を俗に仕立てるため私が授けてやったものだ。主からの異世界ナビだ。心して活用しろ、囚人。立派な族になれるようせいぜい精進なさい。異世界ナビを活用するのに一人では心細かろう。お前にとって有益なものにならば、そのものにも異世界ナビをくれてやる。全てはお前がより優れた族に育つため。ふん、時間だ。戻ってせいぜい休憩時間を楽しむがいい。マジかよ。
なの？見て、あの子じゃない？赤いリボンの子だろ。多分そうじゃね？遅っ。私だって髪結んでるのに。関係なくね？どうぞ、すぐ降りますから。そう？じゃあ。なんという身のこなし。じゃなくてすみません、その席はこちらの。あ、大丈夫です、気持ちはわかりますし。すみません、うまくやれなくて。いいのよ、気にしないで。せめて荷物をお持ちします。ありがとうね。重くない？大丈夫です、いつも鍛えてるので。あの、さっきはありがとうございました。自分が席を譲った時声をかけていただいたので。囚人学園の2年生ですよね。私1年なんです。先ほどお礼を言わなかったので、先輩に失礼はまずいと思いまして。失礼します。授業を始める。答えろ。これだ。正解だ。
よう、高巻じゃないか。帰り乗っていくか。近頃事件だなんだで物騒だしな。いえ、今日はバイトで撮影が。夏の特集号で外せなくて。おいおい、モデル業もいいがほどほどにな。体調が悪いと言ってたじゃないか。盲腸の疑いだったかな。忙しくてちゃんと病院に行けてなくて、ご心配かけてすみません。親友は練習ばかりで寂しいだろう。悪いと思って誘ったんだが。ああそうそう、例の転校生、気をつけた方がいいぞ。前歴のあるやつなんだからな。お前にもしものことがあったら。ありがとうございます。失礼します。よう。昨日の城のことだけどさ、夢だって言い聞かそうとしたけど、やっぱ無理だわ。なかったことにできねえ。鴨志田の野郎と関係あるかもって思ったらよ、あそこが一体何なのかどうしても確かめてんだ。こんな話お前にしか相談できねえしよ。付き合ってくんねえか。話のわかるやつじゃん。まあ確認立って、昨日の朝の道順を歩き直してみるくらいだけどな。どの道、お前駅まで歩きだろ。一緒に行こうぜ。あ、とりあえずもし道でそれっぽい建物に気づいたら教えてくれ。あんなでかい城、本当にあんならすぐ見つかんだろ。てかいつあんなの建ったんだ。こっからお前とあっちの道に歩いてったよな。そう言われると俺も自信ねえな。よし、こっちだ。なんか気づいたことあったら言えよ。あれ、やっぱ学校か。別に変わったとこなかったよな。白っぽいのもねえし。道どっかで間違ったんだな。もう一回やんぞ。大丈夫、次は間違いねえって。行くぞ。マジか。俺らが思ってるより小さいとかなあ。それもやったし、けどそれっぽいのなかったんだよな。ん？携帯？なあ、そういえばお前、あん時ナビみたいのつけてたろ。ナビかどうか知らねえけど、携帯からそれっぽい声出てたろ。ほら、ホームに帰還とかそんなの言ってなかった？ちょっと携帯貸せよ。なんだこの目ん玉の。は？変なアプリ。あった、これだ。やっぱこれナビだよ。お前の操作履歴ってのもあるし。やべえ、俺天才すぎんだろ。これ使おうぜ。アプリ立ち上げるだけだろ。鴨志田囚人学園変態城ナビを開始します。来た。そしたらどっちから行って。おい、何やってん。え？なんだ？
見ろよ、昨日の城だ。また来れちまったな。つうことは昨日のもマジで、うわその格好前もなってたよな。何なんだよその格好。羨ましくねえから。どうなってやがんだ、わけわかんねえ。おい騒いでんじゃねえよお前。シャドウが急にざわつき出してもしやと思って来てみれば、せっかく逃げ延びたのにまた正面から来るとはな。ここどこだよ、学校なのか。そうだよ、城じゃねえか。この城は学校なんだよ。ただしこの城の主にとってのな。城の主？鴨志田だったっけ。あいつが歪んだ心の目で見ている学校だ。歪んだ心？わかるように言え。バカにはわからんか。今のは捕まってる奴隷だろ。マジ？マジだ。昨日俺たち以外にも捕まってるやつを見た。多分うちの生徒だ。大方上司の鴨志田の命令だろう。珍しいことじゃない、ここじゃ毎日こうだ。まして昨日お前らに逃げられたからな、さぞ荒れてんだろうぜ。あの野郎龍二。ざけんな鴨志田。そんなんで開くかよ。だが何やら訳ありみたいだな。おいモナモナ。モルガナだ。この声の連中のとこお前ならわかるか。連れて行けってか。ま、案内してやらんでもない。こいつも一緒に来るならな。決まりだな。マジか。悪い。よし、いいだろう。我が輩についてこい。ここが潜入口だ。ここって確か前に脱出で使った。あ、通気口だ。正面から入らないのは怪盗の基本だぜ。怪盗？知らねえっての。ま、我が輩がしっかり仕込んでやる。それじゃ行くぞ、ついてこい。その、終わり。結局巻き込んじまってよ。けど鴨志田の野郎が好き勝手しやがんのどうしても許せねえんだ。ありがとな、付き合ってくれて。恩に着るぜ。相変わらず不気味なとこだぜ。いいか、ちゃんと我が輩の案内通りにするんだぞ。ついてこい。